のステンドグラスの窓見て。今じゃ珍しいよね。燃料配給。よし、ペドラの人たち戸締まり頑張りすぎ。ボストンは食料不足だったから暴動起きやすかったし。スプリングと五番街。やり。通って。オッケー、いいよ。やば、覚醒者。かがんでて。忍者みたい。
わけわかんない。生きてる人がいるならなんでまだこいつらいんの。ここまで来なかったとか。うん、かもね。ガソリン探そう。ねえエリー、ここシナゴーグだよ。え、なんでわかるの？ああ、まず壁にメドラーが取り付けられてるでしょ。ユダヤ教のね。第二に私の体燃えてないでしょ。体が燃える？つまんないジョーク。自作のジョークじゃないんだ。もううるさい。ここにいるといろいろ思い出しちゃう。しょっちゅうお姉ちゃんにシナゴーグ連れて行かれたから。ディーナが信心深いなんて意外。全然。でもとにかく生き抜くって伝統は好き。この世界をってこと？それに異端審問の時とホロコーストの時もうちの家系は生き抜いてきたの。なんとかね。ラッチは反対側。ガソリンあった。あとはあそこに行くだけ。よし。どれどれ。まあ、クソムカつく。ちょっと言葉遣い。ここ礼拝所でしょ。体ついてないね。どうする？裁判所のガレージにかける。ほら行こう。今も祈ったりするの？たまにね。本当に？
いつ？ジャクソンを出た時に一回、ジョエルのお墓の前でも。気づいた時に心の中でつぶやくの。効果あるの？心が落ち着くよ。自分の気持ちを整理できる。あと悲しみと向き合ったり、人に敬意を払うためでもあるの。私にとってはね。こっちついてる。これ何？ああ、トーラ。何それ？聖書みたいなもの。ユダヤ教の聖典。へえ。お姉ちゃんに見せたかったな。ニューメキシコで使ってたのは半分燃えてたし。行こっか。ああ、全部捨てられたわけじゃないんだ。ねえ、何してるの？これで向こうのバルコニーに行けないかなって。あ、オッケー。ちょっと気をつけてよ。平気、落ちないって。楽勝。おいで。5774年？タイムスリップしちゃった？違うってば、それヘブライの暦。新年にはお姉ちゃんが蜂蜜ついたリンゴをくれたんだ。はあ、食べたくなってきた。それかなり美味しそう。ユダヤの祝日といえば食べ物。それに敵に抹殺されなかったことのお祝い。生き抜くっていう伝統か。そういうこと。たどり着けてるといいね。
それじゃドームに罰印っと。裁判所探そっか。使えそうなものとか集めておいた方がいいかもね。